奈良が主張するアザワドの位置トゥアレグ族が主に住むのは濃い灰色の天の地域。西は主にムーア人、南は主にサハライナンの人々が住んでいる。アザワドはマリ共和国北部の地域。反政府勢力アザワド解放民族運動をはじめとしたグループが2012年初頭からの紛争でマリ軍をトゥアレグ族が主張する領土から駆逐した後に、 一方的に独立宣言を行った地域である。ただし国際的な国家の承認は得られていない。奈良は、マリの地方行政区画のウチトンブクトゥ州、キダル州、ガオ州、モプティ州の一部からなっていると主張している。南西をマリ、南をブルキナファソ、北西から西にかけてをモーリタニア、北をアルジェリア、東から南東にかけてをニジェールに囲まれている。 サハラ砂漠とサヘルをまたがった地域に位置する。ガオが最大の都市であり暫定首都である。2012年4月6日に奈良がウェブサイトでアザワドがマリから取り消すことのできない独立を行ったとの声明を出した。独立運動事務局長のビラルアグ・アチェリフは同日ガオにて独立宣言に署名した。しかし、 この宣言はいまだ外国による承認を得ておらず、また奈良が主張するアザワドにおける事実上の統治でさえ、マリ政府や奈良とかつて共同戦線を組んでいたイスラム軍事組織アンサルディーンとは議論がある。2012年5月26日には奈良とアンサルディーンが合同し、マリ北部にイスラム国家を建国することで合意したが後に両者の対立が鮮明となり、 アンサルディーンは、奈良による、アザワド独立を却下。2012年6月27日のガオにおける、奈良と、アンサルディーン間の戦闘の結果、奈良はガオより駆逐され、アンサルディーンはマリ共和国北部を支配下に置いたと、宣言。アザワドは事実上崩壊した。スコットランドの探検家、ロバート・ブラウンによれば、アザワドとは、ベルベル語の単語アゾワが、 アラビア語風に生まったものであり、もともとはニジェール西川、マリ北側、川、そしてアルジェリアの南側に広がる乾燥した河川地域のことを指す。この名前が異木の土地と翻訳された。ガオ帝国は都市ガオに由来する。9世紀の時点で西アフリカ最強の国家と考えられている。1324年にマンサムーサがメッカ巡礼から戻り、 トンブクトゥを平和的に併合するなどして、14世紀初期には地域の南部がマリ帝国の支配下となる。15世紀前半にはマリ帝国の勢力が徐々に衰えていき、トンブクトゥ周辺は相対的に自立していくことになるが、以前としてトゥアレグが支配的地位にあった。しかし30年後、損害帝国がガオにその勢力を拡大し、 1468年から1469年にかけて、トンブクトゥとその周辺地域を吸収した。一行、スンニアリ、スンニバル、アスキアムハンマド一世によって統治された。スンニアリバーは征服後、トンブクトゥを非常に扱い対立するが、アスキアムハンマド一世は、効率的な中央、地方行政を確立し、商業中心地が繁栄するために、 十分な行動の自由を与えたことで、損害帝国とトンブクト両方にとっての黄金時代を築いた。帝国はガオを首都とし、トンブクトは比較的自立した立場を享受する。ガダミス、アウジラ、その他北アフリカの非常に多くのお都市から、タガザのサハラの塩、を、北アフリカの服や馬を金や奴隷と交換するために、商人が集まった。アスキア王朝は次第に、 内部の争いにより衰えていき、王朝による統治は1591年まで続いた。ガオのすぐ北の村において発生したトンディビの海戦で、損害帝国は敗北を喫し、都市は1591年5月30日に、モロッコを統治していたサード町のアフマドアルマンスールによって派遣され、近郊を探し求めていた、ジュダ・パシャに率いられた傭兵と奴隷によって占領された。 彼らは、アルマ人と呼ばれた。ガオが奪われたことは、地域大国としての損害帝国の終わりを象徴する出来事となった。続く時代では、経済的にも、知的にも衰退していく。増加しつつあった、大西洋貿易のルートを使って、トンブクトゥのアフリカ人奴隷へ、指導者や学者たちが移動していったことにより、ガオやトンブクトゥの貿易、 学術的な中心としての役割が薄れていったので、ある。モロッコは、最初のうちこそ、トンブクトゥとの間の交易ルートを統制していたが、やがてアルマ人との結びつきを立ち、このため多くのトンブクトゥのパシャたちによる支配は、弱まっていった。トゥアレグは1737年より一時的に、統治を行う。一行、18世紀中は、 バンバラ族やコーンタ族など、トゥアレグのいくつかの種族が短い期間、統治もしくは占領を行った。この期間、損害と根血したパシャたちの影響力は、完全に消えることはなかった。ヨーロッパ列強が、ベルリン会議において、アフリカ分割の原則を確認し合い、その結果、整形14度と、チャドナンセミル島の間、かつ、ニジェールのせいから、 バロウラを結んだラインを南の限界とした部分がフランスの領土となった。アザワドは名目上フランスの領土となったがベルリン会議においては有効性の原理が確認されフランスに対しては割り当てられた地域において実際に権力を保持するよう要求された。例えば植民地の地元の首長と協定を結び政権を樹立してこの地域を経済的に活用する。 ことによって、前景の領有権主張は、決定的なものとなるのである。1893年12月15日、すでに最盛期から長い時間が経っていたトンブクトゥは、ガストンボワ島注意率いる、フランス人兵士グループによって併合された。これにより、フランスの植民地である、フランス領スーダンの一部となる。フランス統治下で、植民地は再編され、 何度か名前が変わった。1899年には、フランス領スーダンは、さらに細かく分割され、アザワドは、オートセネガルモエニジェールの一部となった。1902年には、セネガンビアニジェールとなり、1904年には、オートセネガルニジェールと再解消。この名前は1920年に再び、フランス領スーダンの名前に戻るまで使われた。 2012年1月、トンブクトゥで開催された音楽祭砂漠フェスティバルに参加するトゥアレグ族の人たち。この直後、奈良が反政府運動を開始した1958年、フランス領スーダンはフランス共同体の中で自治国スーダンとなり、マリ連邦を経て1960年にフランスよりマリ共和国として独立した。 しかし、アザワド地域では、マリトーチに対する抵抗運動がたびたび起こっており、主要なものとしては次の4つが挙げられる。第一次トゥアレグ抵抗運動、1990年から1995年に、かけての抵抗運動、2007年から2009年に、かけての抵抗運動、そして2012年に、アザワド解放民族運動とアンサルリーンによって、起こった。 抵抗運動である。21世紀初頭、この地域は略奪や麻薬の密輸によって悪評が高くなる。この地域には石油やウランを含む鉱物資源を潜在的に存在していると報告された。2012年1月17日、奈良はマリ政府に対する反乱の開始を宣言、バマコがこの地域を別個の存在と認めない限り継続するとした。 2012年3月、奈良とアンサルディーンは、キダルやガオの州都を政府軍の軍事基地も含めて占領。4月1日、トンブクトゥは占領された。4月1日のトンブクトゥの脱出後、奈良は、アザワド独立を主張する領土のほとんどを実行支配した。この時、奈良は、生命で、外国にいるすべてのアザワド人に対し、故郷に戻り、 新国家建設に参加するよう招返した。2012年4月6日に、奈良はアザワドの独立を宣言し、これを民主主義国家とするための憲法案を作成することを制約した。声明の中で国際連合憲章を受け入れ、新国家はその原理原則を支持すると述べている。奈良のスポークスマンは、フランス24のインタビューに応じ、 その中でアザワドの独立を宣言した。またこのインタビューでは、アザワドがアザワドと隣人を分割する、植民地的な国境をすべて尊重すると約束し、また、アザワド独立宣言は国際法的にも正当なものだとしつこく主張した。いかなる国家、また国際機関も未だアザワドを国家として承認していない。アフリカ連合は、奈良による、 独立宣言を、どんなものであれ、空っぽであり、何の価値もないとして、即時に拒絶した。フランス外務大臣はマリからの一方的な分離を、認めないものの、長い間、十分かつ必要な返答を得られてこなかった北た、トゥアレグの人たちの要求に対処するようバマコとガオとの、間の交渉を促した。アメリカ合衆国も独立宣言を拒絶している。 日本国外務省は独立宣言を非難し、アフリカ連合を支持する立場を取っている。奈良は最大で3000人程度の兵士を有していると推測されている。西アフリカ諸国経済共同体は、マリ南部の治安回復、また反政府勢力の封じ込めを目的として3000人の兵士を用意し介入する準備を行った。 フランス政府はこの広報支援の準備を命じた。2012年5月26日には、奈良とアンサルディーンが合同し、マリ北部にイスラム国家を建国することで合意した。しかし、後に奈良はこの合意協定を取り下げ、アンサルディーンからも距離を置くことを決定したとされている。アンサルディーンは後に奈良によるアザワド独立を却下した。と アンサルディーンは衝突し、6月27日のガオにおける戦闘で対立は最高潮に達した。この戦闘の結果、奈良の司令官を含む兵士22人が死亡し、アンサルディーンとイスラム武装勢力西アフリカ統一政戦運動は、ガオを陥落させ、奈良は駆逐された。後日、アンサルディーンは、トンブクトゥ、キダルも支配下に置いたと宣言し、これにより、 マリ北部三大都市すべてを手中に収めた。アンサルディーンはその後も奈良の陣地に対する攻撃を継続し、2012年7月12日までに奈良最後の拠点、アンソンゴが陥落。アザワドは事実上崩壊した。極地気候は砂漠気候もしくはステップ気候である。ロイターは地形について、領土のほとんどは荒れ果てたサハラ砂漠であり、岩。 砂丘、そしてトラックが、方向転換した時に出た誇りしかないと報じている。いくつかのアザワドの定義では、北部にジェールと南部アルジェリアなど南北に領域が含まれるが、奈良は、独立宣言でこれら隣接地の領有権までをも、主張することはできなかった。アザワドは、ガオ州、キダル州、そしてトンブクトゥの全部トモプティ州の北東部分にあたる。 地域から成り立つ。いずれも国際的にはマリ共和国の一部であると認められている。奈良は独立宣言の中で国家の最初の政治制度について述べている。それは次から成り立っている。アザワドはマリの一部であったため中央政府を持っておらず、またアザワド独立宣言の中で奈良は地域権限の確立を成し遂げるまでは、 国家全体を統制する責任を持つと主張しているが、しかしアンサルディーン、西アフリカ統一政戦運動、そしてイスラームマグリブのアルカーアイダ機構といった敵対する武装勢力の存在を、参加のイスラム主義兵士も含めて受け入れている。奈良は、アザワドを民主主義国家にするための憲法草案を作ると、しているが、しかし未だに、本格政権を樹立していない。 メイの政府庁舎は、奈良によって、アザワド宮殿と呼ばれており、これは、ガオ中心部にある、2012年の反乱の前は、ガオ州知事の官邸であった建物であり、現在は極度に警備されている。軍事組織アンサルディーンは、奈良によって出された独立宣言を、発表から数時間後に拒否している。アンサルディーンは、 イスラム教のシャリーアに基づく法律をマリ共和国全土に確立させることを誓った。王立国際問題研究所のアフリカの専門家によればマリは決定的に分割されたというわけではない。損害やフラニ族のようなマリ北部の人口の大半を構成するサハライナンの人々は自分たちはマリ人であり分割されたトゥアレグ主導の国家には 興味がないと考えるであろうとしている。独立宣言が行われたその日、200人の北部、マリ人が、バマコにて集会を開き、分割に対する拒否と反乱軍を追い出すために戦う、ことに意欲を示した。奈良によって主張されているアザワドは、マリ共和国の地方行政区画のうち、ガオ州、トンブクトゥ州、キバル州、そしてモプティ州の北東部、面積にして、 約半分の領域を含んでいる。そしてトンブクトゥ、ガオ、そしてキダルといった重要都市も含んでいる。トンブクトゥにおける1950年の国勢調査結果ガオにおける1950年の国勢調査結果マリ北部の人口密度は1、平方キロメートルあたり1.5人である。アザワ道と主張されているマリ国内の地域のリストを以下に掲載した。 人口統計は、アザワド独立宣言が発表される前に行われた、マリにおける2009年の国勢調査に基づいている。この地域には、伝統的に、トゥアレグ族、ムーア人ソンガイ族、そして、フラニ族が住んでいる。1950年の国勢調査では、遊牧民が、住民の95%を占めていた。キダル、ガオ、トンブクトゥ 多くのバンバラ族が住んでおり、主に1960年代以降に定住した。アザワドでは、言語として、トゥアレグ語、アラビア語、フラニー語、そしてソンバ外語が使用されている。反乱以前は、バンバラ語が、徐々に増加しつつあったが、主要言語とはなっていなかった。ほとんどはスンナ派のムスリムもしくはスーフィズム信仰である。ありがとうございます。